はい、じゃあ今回も 4D ルーディメンツを、実際ビートをどのように、活用するか、これをご紹介します。今回はフラム編ですね。フラムっていうのはこう高低差、左右高低差をつけて、一つは高い方から落とし、一つは、低い方から同時にこう鳴らすっていうやつですね。で、これのコツとしまして、実際ビートに入れるときはですね、まあこれでもいいんですけど、なるべく左右の鳴らしがこうずれればずれるほど2発に近づけば、でも確実にこうオルターネイトではなく、一つはこうリムを入れたりとかってなると、結構かなりこう深いというか重みが出る音になるので、これを多用したりすることをお勧めします。まあこの使い分けですね、普通に、フラムやるか、もっとこう重い曲の場合は、例えばみたいなことにが使えたりします。じゃあ実際、ビートでどんな風に使えるかやってみます。まあこんな感じですね。で、まあフラムいろいろルーディメンツあるんですけど、例えばフラマキュー。だったり、だったり、スイスアーミートリプレットは、結構使うんですけど、例えばタムとスネアで、だったり、みたいな、こういうのとか、まあ、あとはフラムドラッグ、とか、いろいろあるんですけど、まあ、かなり、結構使いますね。例えば、
こんな感じで、こうタムと併用したり、もしくはハイハッツだったり、スネアだけじゃなくてこうスタンドだったり、もしくは、ベースドラムだったり、こうフラム、いろんなところでこう使えるので、ぜひ皆さん一つずつどんなのがあるか、試してみればいいと思います。まあ、こんな感じで、まあ、僕のこの実際の例を、一つの参考になればいいと、思います。そんな感じで、ぜひ試してみてください。それじゃあまた次回お会いしましょう。